GD 夏フェス。日本最大のホストグループグループダンディのトップホストたちが一堂に会する夏の祭典。上半期躍動した男たちが表彰される栄光の舞台。前回キャンディーから神社万事風雅と橘未来が登壇を果たした。そして2022年 GD 夏フェスはまだまだ終わらない。イケメンコンテスト。各店舗最高級のイケメンたちが登場し、ナンバーワンイケメンを目指し争う。キャンディーからは予選を勝ち抜いた伏兵全友が登場。サウナー、ワッツアップ本質系ホストが殴り込み。イケメンじゃないのになんかね、出させていただくってことで感謝はしてるんですけど、はい、なんか意気込みとかってありますか？意気込みですか、カタカナで言うとワッツアップっす。よろしくお願いします。完全ワッツアップ系で。もうだってすごいじゃないですか、こんだけね、いっぱい人がいる中でやっぱりやるってことが、ね、1000人以上いらっしゃいましたね、はい、ちょっとまあ気合は入ってるんで、パフォーマンスちょっとそこだけちょっと注目していただければと思っています。僕が出れたのは多分 SNS がちょっと強かったっていうのがあるので、時代に感謝時代に感謝ってな感じで今日は やろうかなと思ってますね。めちゃくちゃふざけ倒す感じで、はい、よろしくお願いします。めちゃめちゃふざけ倒す。一体どんなパフォーマンスを見せてくれるのか。さあ、それではエントリーの2番キャンディーより全友です。おお、なんかこの人だったらいいなと思って、場が盛り上がればいいなと思ってたんで、その結果とかその数字とかそういうことに対しては別に意識をしてなくて、なんか皆さんが見てる人が楽しかったらいいなと思ってたんで、ワッツアップです。その後各店のイケメンたちも高レベルなパフォーマンスを披露した。惜しくも全友はナンバーワンを逃したが、間違いなく皆の脳裏に深く全友が刻み込まれたパフォーマンスだった。熱狂に包まれたイケメンコンテストが幕を閉じた。そして
ダンディ新アイドルユニットグルチョクがステージへ。そのメンバーの中にはキャンディーの海里蘭の姿が見える。2022年8月度のグループ組数ランキングナンバーワンを手にし、名実ともに1300名の頂点に立った男。今キャンディーで最も勢いに乗ってると言っても過言ではない蘭の新ステージ。会場内がライブ会場に様変わり、テンポ関係なくステージ上の彼らに声援が送られる。してもらったっすね。すごいめちゃめちゃ楽しかった。本当に曲聞こえないぐらい応援が大きすぎてそう歌えないぐらい大きかったんですけど、やっぱパワーもらえたというか、そのおかげでこう元気になれたし、与える側なんですけどパワーもらっちゃって、本当にそのおかげなんか成功できたみたいなあるんで、めちゃめちゃ良かったです。めっちゃ見えますよこれ。見えました。めっちゃ見えます。はい、緊張して周り見えないかなと思ったんですけど、応援がすごすぎてもうすぐ出てきた瞬間に分かりましたもん。アイドルでも出たんですけど、やっぱね、こういろんなまた違うところでも出たいなみたいな思いました、ね、新人の枠で結構狙える組数本数らしいんで、そう、まあ、今のキープしつつ狙って壇上を目指して頑張りたいです。こうして2022年 GD 夏フェスは幕を閉じ、各キャストたちは年間表彰式に向けて走り出す。最後に慶吾代表に夏フェスキャンディーの上半期を振り返っていただいた。やっぱりこう売り上げに目寄りがちなんですけど、まあ、もちろんね、売り上げ1位だったフーガもそうですし、8位の未来くんもそうなんですけど、まあ、30位以内に入った大地もそうやし、新アイドルユニットのうちのランもすごいかっこよくなかったですか。いや、めちゃめちゃかっこよかったですね。俺らなんかもうなんかライブに来ましたみたいな感じでやらせてもらったんですけど、すんごいやっぱね、いい輝いてる。まあね、善友さんもねいたんですが、善友さん全然顔見えへんやんみたいな感じだったんで、やっぱ見せ場しっかり作ってくれたね、キャンディーで作れた夏フェスだったんじゃないかなって心から思います。僕が代表になって何ができたかって言ったら、正直何かを変えたとかそういうのは正直あんまりまだなくて、いうのであれば一人一人キャンディーの一プレイヤー自身がスキルアップであったりとか、まあもちろんね、あのやっぱフーガであったりとか未来君の背中を追っかけて、ああなりたいこうなりたいっていうのももちろんあっただろうし、一人一人がなんか夢に近づいた上半期だったのは確かだなと思います。日本一っていう目標を今年掲げさせてもらったんで、やっぱり年間ね1位って最優秀テンポっていうのはもちろん狙っていきたいところではあるんですけど、やっぱりね、もう1人もう2人トップ10に名を連ねられるようにみんなのサポートしていきたいなって思ってます。
組数でその新人のやつでそのランサーが狙える位置にいるって先ほどお聞きしたんですけど、はい、ランサーについてはランは今日の夏フェスで人生変わったんじゃないですかね。彼はどんな時でも明るいんですよ。どんな時でも笑顔でいれる。これ僕のモットーでもあったんですけど、僕よりもすごく強い野心持って頑張ってる男なんで、あの組数もそうですけど売り上げでも近々このグループ何の誕生を脅かすんじゃないかなって僕は思ってます。もともとあった力強さに加え新たな風が吹き始めたキャンディ。日本一のホストクラブを目指し一丸となって進んでいく。風林会館最上階、天空の大宮殿。数々の記録を打ち立て、グループダンディの絶対的存在を確立したキャンディ。グルダン史上最大となる圧巻のスケールが今、歌舞伎町で異彩を放つ。キャンディ60人の豪華キャストが作り出す夢のシンデレラストーリー。その主役はもちろんあなたです。